じゃあさ、速いボールが得意な、まあ、バッターとして苦手なのはやっぱ南東派みたいな。まあ、僕多分カーブ系のピッチャーが嫌いですね。まっすぐそれなりにスピン、やっぱ森下君とか本当僕苦手で。なんで苦手？カーブにタイミング合わないの？合わないですね。でチェンジアップも全然もうわけわかんない。それ綺麗にインフィールドに打ち返そうとしてるから、ね、それはあると思います、はい、だから全部ファンの試合そうですね。で球数だけ、ざまみたら球数だけ増えてるだろうね、はい、みたいな感じで折ればいいの、はい、それまっすぐ投げてくるの絶対、はい、もうなんか考えすぎてるっていうのが、はい、考えすぎて凡打したら怒ってんのじゃん。いや、そんなの変えるじゃん。怒ってると どうしたんだみたいな思うんだけど、え、何があったんだあいつの中で。怒ってる時は、まあ、僕なりに、まあ、これ結構あると思うんですけど、いい当たりをしてアウトになったってあるじゃないですか、うん、言われたら分かるんですけど、なんかその時しょうがないじゃないですか、うん、しょうがないんですけど、でもそうやって捉えた時ってやっぱヒット欲しいなって思っちゃうんですよ。欲しがるタイプで、それって次に繋がるからとか、まあ、ヒットと一緒だよって言う、それ分かるんですよ、分かるんですけど、やっぱ A チャンプが欲しいっていう概念で。いや、だって向こうだと守ってんだからしょうがないよね、はいはい、だってこんなんでも落ちちゃう、そうそう、落ちたらヒットじゃん、はい、それは嬉しいの、はい、嬉しいです、僕はそっちの方が嬉しいです、はい、俺もやっぱこう考え込む方で、若い時にこう感情が動くタイプだったので、はい、これを感情を動かさないようにした、はい、そしたら成績が安定した。だからもう切るの全部、はい、反省はしてもスポズッと切る、はい、いい当たりした、 あそこにいたからしょうがない、はい、次頑張ればいい。そしたら思うで3割常時打てるんじゃない。喜びの感情絶対グラウンドでは出ないですよ。だってファインプレーしてても怒ってるもんねそんななって、なんで怒ってんだって、はい、意味わかんない時は。あん時も、うん、その豊さんの YouTube 見て、そうそう、分かるんですけど、バッティングでダメだったらやっぱせめて守備だけでも絶対貢献したいという気持ちに働いて、やっぱできた時によっしゃみたいな感じがその場で出ちゃうのが、やっぱもう、まあ、自分でもダメだって分かってるんですけど、あれよっしゃっていうやつか。あ、そうです、よっしゃなんか不快なことがあったのかなと思って、見たかみたいな感じの感じになっちゃうんですよ。まあ、ダメだって分かってるんですけど、まあでもそういうね、はい、感情出る選手って俺大好きだから、あ、またやってると思うんだけど、はいはい、ね、だけど守備率10割で、はい、ゴールデングラブおめでとう。あ、取れなかったですなあ、はい、ちょっと悔しいよな。い、俺も動画見てくれた？あ、見ました見ました、はい、もちろん見ました。もう絶対入れたんだよ、はい、それは間違いないでしょ。で、胃の一番で入れてるはずだから、後でもう一回見といて、はい、2番手だったらお叱りの電話もらうから、はい、悔しい、悔しいです、ね、やっぱそこは取りたかった、まあ、ゴールデングラブはやっぱ絶対取りたかったです、うん、まあ守備もバッティングもそうなんだけども、どっちに重きを置くの。まあ両方か、うん、でもやっぱバッティングだなと思います、うん、はい、でも守備で助けてるもんな、結構怖がらずに。あ、なんだ取れなかったのかなって、俺不思議でしょうがないよ。何回取ってるの？俺でもまだ1回です。まあ1回でも取ってるってのは大したもんだよね。ねえ、誰に勝ちたい？でもさ、外野手って、まあセンター特に、一番打ってるケースっていう選手がたくさんいるじゃん。まあ近本もそうだし、塩見もそうだし、だからそういうライバルがたくさんいる中で、やっぱ負けられないよね、はい、ベストライン取ったのか？あの1回も取ってないです。なんでそれいかんの、まあ、やっぱ塩見と近本にでも負けるとは思わない。負けるとは思わない。そうだよね、俺は好きさで勝ってるけどね桑俺だったら桑原って入れるけど、ね、いやいや本当に優勝した、優勝したって言うんですか？ DeNA でしてないですね。まだだな、優勝したいでしょ。したいです、もちろん。もう自分のことよりもやっぱそういう勲章みたいなの欲しいでしょ、はい、みんなで勝ち取るという。そうですね、はい、欲しいです。ねえ、やっぱ待ってるよ横浜ファン。はい、その時に桑原が先頭バッターでいるのかな。いや、います。本当に、はい、ちょっと骨折して松葉杖で今日来てましたねみたいなそう、それじゃ困るからね、はい、うん、どうするの、どうする数字。まあ、3割いこうよ。3割、はい、打ちたいです。やっぱ3割って言っとかないと絶対打てないよね、はいはい、出塁率は3割8分。あ、いいね、
ね、はい、平均3割7分欲しいな、はい、生涯で、はい、うん、そしたらす、いやいい一番バッターだなっていう、はい、まあ、みんな記憶に残る。そうですね、うん、まあ、OB の YouTuber として、はい、まあ、いろいろ DNA のことも発信してるけども、はい、炎上したんだよ、はい、デスアーシャーで、あの時、はい、見てるのみんな。あ、見てます、見てます、はい、みんなでなんか話が出た、はい、あ、出た、まあ出ましたけど、うん、でも僕は、まあ、豊さん言ってる意図はなんか僕の中でこう読めたみたいな、はい、負けてたしね、はい、うん、大事な3連戦、まあ、僕やっぱ若い時からやっぱ豊さんとそういう感じでやっぱ話してたじゃないですか、うん、だしそういうのも 僕は分かるし、僕はそっち派のやっぱ人間なので、やっぱ違う派もいたでしょ、まあ、そうですね、やっぱ勝っても負けてでも楽しい雰囲気でやればいいんじゃないのって、でもやっぱ僕だったら負けてるときはやっぱできないタイプなんで、やっぱ、まあ、逆に、まあ、そういう負けてるときでもそういうできる人はまあすごいなっていう目では見てますけど、はい、まあまあでもそれを楽しみにね、はい、してるファンも、はい、の方もいらっしゃるんで、はい、まあ、それはもう やる人はやってもいいしという ね、はい、あれだけども、まあなんかクワちゃんバカしなくなったね。そうっすね、ヒーローインタビューとかで、はい、昔コマネチーとかやってるから、はい、あれ見たことどっちだろうかなって。いや、はい、いや、いい選手って、はい、やっぱりいないよね、そういう選手、ね、やっぱいないですね、はい、ちゃんときっちり話をしたりとかするよね、はい、まあ、はい、こんなこと言ったらまた炎上するのかな。いや絶対しないです、大丈夫、はい、でも僕はそうやって豊さんに言っていただいたおかげで、やっぱ野球選手はやっぱ野球でやっぱファンを魅了しないといけないなって、やっぱりそういう思いになって、うん、そこからやっぱ野球に対して思い変わったんで、僕はお世辞なしです。いや、お世辞だと思ってない。いやいや、これね、一番自分の価値を高めるっていうのは桑原ね、はい、メディアに一切声を出さないっていうことだ、ね、何も語らないで黙々と野球をやる、はい、そしたら不気味に思う、おさ、あいつの声を聞きたいと思って、はい、お前にゴールデングラブ1票書くかも。そしたら必ず答えてくれってくるから、はいはい、いや結構です。そしたら人の価値って上がっていくんだ、わかる、はい、わかります。だから神秘性がある方がやっぱり人って興味を持つし、いいんだよ ね、 ね、魅力を感じます、ね、そうそう、近寄りたいってなる、そうそう、はい、だからそれはね、なかなかできないと思うけど、はい、まあ、センター守ってて、はい、誰が一番守ってて恐怖を感じる、いやこいつのだけはえぐいぞとか、大丈夫かなとか、そんなのは感じないの？あんまり感じなかったですかね。村上とかどう？僕逆にホームランバッターの方が守ってて楽です。あの村上君とかだったらもう宇宙間飛んでしまえば、あ、もうホームランだろうってやっぱ見てるんで、でもその辺を割り切って、あのアウト取れる打球をイメージしながら守ってるんで、うんうん、もう頭越えるのは全部入るやろみたいな、はい、もうそういう感じで、あ、じゃあ逆に楽なんだ。楽です。じゃあ守りにくいのはどんなの？近本とか。あの近本の方が嫌です。あそうコツンコツンってくるけど、ちょっとツボはまったら、あの引っ張った打球長打あるっていうバッターの方が、どういうポジショニングとか、うん、イメージがなんか湧きにくいんで、塩見は？塩見は嫌か。いやっす。それお前全部取らなあかんのよ。はい。ベストライン取るんやったら同じポジションで、はい、今だから意識して言ったけど、はい、両方とも守りにくいの。いや、守りにくいっすね。ああ、そうか。はい、まあ DeNA でもいいんだけど、はい、他の球団でもいいけど、はい、こう若手で注目してる選手っている？やっぱ森。あ、森。はい。まあ、DeNA だったら森。うん、まあ、知能。あ、知能、はい、知能脅威だね、はい、そうっすね、ちょっとな、はい、うん、でまあ2人っすかね、今は。まあ DeNA だったらね、はい、まあ、他球団とすれば、僕これなんかテレビのあのスパークのネクストブレイクの時も言ったんですけど、うん、あのリューク選手、土田リューク、はい、あれいい、まあ、僕は見てて好きっす、あの気持ちの部分が。やんちゃだから、やんちゃっすね。本当やんちゃだよ、ね。本当やんちゃっすね、多分。やんちゃだったからな。なんか気持ちわからんでもないです。はい、まあでも本当に野球選手の中で構成するほどやんちゃじゃないけど、
だからすごく素敵な選手になっていった代表的な選手だな。いや本当本当愛されてるでしょファンに。自分では分かんないですけど、いや俺は愛されるキャラだと思うよ、はい、今日でも2人ファンが来てたけど、はい、違ったけど、ね、はい、桑原かなと思ったら全然違った、はい、やっぱりそうかと思っていやいやだけど、はい、いやすごくあの人気があると思うよなあ。なので本当は ありがたいですね。何がそれ自分で努力して、ね、掴んだもんだからさ、はい、ね、だから、まあ、手放さないように、はい、ね、誰にも負けないように、はいね、はい、引退試合はしてくださいよ、はい、そういう選手になれるよ。いや本当に、はい、まあ、まだ早いけどね、はい、あと10年ぐらいあると思うけど、はい、まあ、10年だと俺死んでるかも。いやダメです、ダメです。なんでよ。いや最後まで僕 の, 姿見届けてください。いやじゃあ花束持っていくあ本当ですか。そんな来てくれたらいいの。はい、本当に。いやいや本当ね、可愛い後輩で、まあ、大好きな選手にねインタビューができるっていうのは、いや幸せな時間でしたよ。ですか、す遠くまで来たけど、本当すごい寒かったけど、あ、すみません、本当文句ばっかり言ってるけど、はい、でも桑、はい、に、はい、話ができる、はい、話を聞ける、はい、素敵な時間だったなと思います。本当、はい、遠くまでありがとうございます。いやいや、はい、もう今シーズンの活躍期待してるからね、はい、精一杯頑張ります。一番だよ、まあ、精一杯頑張るっていうのはもう誰でも言えない。やっぱもうやっぱ結果にこだわらないといけない年だと。まあそうですね、はい、結果で残すように、はい、3割打ちます。はい、ね、打ちます。はい、頑張ってください。ありがとうございます、はい。